台湾は最悪の事態に備えているようです。台湾空軍は最近、中共軍の戦闘機による進行を想定した軍事演習を実施しました。今回の軍事演習は1月5日に台湾南部、鍵県にある空軍基地で実施されました。空軍基地には世界で最も先進的な戦闘機の一つであるアメリカ製の F-16 戦闘機が配備されています。台湾軍による軍事演習は 台湾の戦力を誇示するためでもあり、3日間の日程で実施される軍事訓練の一環として行われました。近年、中共軍の戦闘機は台湾の防空識別圏に頻繁に侵入しています。ここ数ヶ月、中共軍は台湾への軍事的圧力を強めています。台湾国防部は台湾の地域情勢は深刻化していると表明しています。 敵の軍事的脅威は常に存在します。我々は国民に幾度も台湾の地域情勢が非常に緊迫化していると説明してきました。旧正月を前にして軍が防衛力を強化する理由は、連休中においても安全保障のために我々が動いていることを国民に知らせるためです。台湾は中共軍による領空侵犯を軍事衝突には至らないものの、 領空侵犯などによりプレッシャーを与えるグレーゾーン戦略だと指摘しています。蔡英文総統は中国に向けた新年のメッセージの中で軍事衝突は避けなければならないと述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。